はい、ユッキーです。またしても、ポケモンカード、開封動画やっていきたいと思います。今回買ったのはですね、結構古いパック。ポケモンの、サンムーン時代ではなく、ポケットモンスターの XY ブレイクってやつのシリーズの青い衝撃になります。こちらワンボックス。ワンボックスで、これいくらしたっけ？一パック150円だから、3000円ですね。一パック3000円です。消費税今度3200円ぐらいで購入しました。まあ、こちらなんで買ったかというとね、まあ、またしても金儲けのね、道具になってもらおうということで購入しました。で、何がね、なんかね、特典でこれついてきました、ね。エネルギーカード。ショップ特典でなんか、エネルギーカードついてきた。こちらではね、これはね、何が目的かというと、とある、レアカードではないんですよ。ただ、通常の、なんで草エネルギーしかねえの？草エネルギーばっかじゃん。いらな。俺に草デッキ作れと。ランク落としました。なんと、アンコモンっていう、いわゆるクソノーマルカードの次のちょっとだけレアなノーマルカードみたいな感じですね。アンコモンって言うんですけど。そちらがですね、一つものすごく高いのがあります。なんと、ちょっとだけレアなカードなのに対して、800円、1枚800円という伝説的な買取価格のやつがあります。それは、軽石です。じゃーん。こちら、軽石。このカードをつけているポケモンの逃げるために必要なエネルギーがすべてなくなっている。ね。まあ、俺もポケモンカードやったことあるけど、まあ、逃げるっていうコストがなくなるっていうね。まあ、装備カードですね。いわゆる。まあ、値段が高いのは、まあ、使えるからなんでしょうけど、俺はわかんないです。どうなんですか、ね、強いからなんじゃない？強いからだと思うんですけど、ということで、ワンボックス20パック入り。20パック入りです。それではね、1パックずつ開封していきます。アンコモンだからね、多分1パック8、だって3200円ぐらいで買ったわけじゃん。だから、4枚出ればもう元取れるの。ね。この動画もしかしたらお蔵入りするかもしれないですね。なぜかっていうと、あ、これ、儲かるぞって俺が分かったら、他人に教えずに、もう、自分だけで、買いまくる。このね、このショップ、まだ、このね、パック売ってるサイト少ないんですよ。だから、ウヒヒヒヒ。あ、ここ、このパックはね、ちゃんとね、この右下にね、クソカードだとコモンっていうカードなんですけど、C っていうその、コモンの頭文字がちゃんと書いてありますね。コロモリ、ヒノアラシ、コフーライ、やばい、これ儲かるかもしんない。本当に俺。やばい。夜のずく。今見た感じだと、あ、の、あれ、出ないですね。エネルギーカード出ないんだ、このパック。これがアンコモンなんですよ。夜のずく。で、軽石もアンコモンなんですよ。この、右下に書いてありますね。U って書いてある。ということは、1パックにアンコモンが2枚入っているということになります。これは？
これはまさか。やばい。これ本当の、この動画本当にお蔵入りになるかもしれない。だってこれ公開したらさ、みんなパクってさ、あれするじゃん。俺と同じことするじゃん。やめて、そういうの。俺本当に金ないんだから。木箱、コイル、お?フラエって、フラエって可愛いですね。お!鬼氷 EX 来た!これなんだこの光り方、かっけえ。なんか縦筋みたいに、もうピシーンって。こんなレアなんだ。これがレアレアですね。RR って書いてあります。お、やった。ミュウツーソウルリンク。これがアンコモンです。鬼氷 EX 来た。ちなみにこの鬼氷 EX の買取価格見てみましょう。高かったはず。割と。200、ん ?RR ですね。ああ。買取不可。ゴミカードらしいです。値段0円。売ることすらできない。ゴミでした。まあいい。俺の目当て軽石だから。俺の目当て軽石だから。ゴース、ブルー、ヤナップ、フラージス、アズさん。あ、これも高かった気がする。アズさん。アズさん。アズさん。一応、あれか。一応、アンコモン、ここに置いとこう。アンコモン、アンコモン。売れるとしたらアンコモンだから。コモンはさすがにゴミか、ゴミすぎて売れない。あずさ高かった気がする。あずさ50円。お、やった。あずさ50円。多分ね、軽石が高いのってね、おそらくこのパックがもう絶版になってるからです。高いんですよ。もしこの金儲けが成功というか、あれするんだったらもうあれだぞ。もうそのショップの、この青い衝撃全部買い占める。フラベベ、コフキムシ、コロモリ。お?なんだこれ?フラージェスのブレイク出た。かっけえ。なんだこれ?横向きじゃん。キラリーン。これが RR ですね。こんなに金ピカなのに RR の。で、ゴースト。これはアンコモン。フラージェスのブレイク。ちなみに値段は?値段は、買取価格0円です。なんなんだよ。せめてお前、1円でもいいから買い取れよ。かわいいな。フラージェスって普通にかわいいよ。ハリマロン、ヒアップ、マグマラシ、出るね。メロエッタじゃん!バイバニラ。メロエッタってこれ伝説のあれポケモンだぜ、確か。最近話題になった。これレアですね。R って書いてある。でも、この光り方いいですね。斜め光。バイバニラはアンコモン。メロエッタちゃんは結構出るね、レア。メロエッタちゃんも買取価格ゼロ。こんなに可愛いの。しかも伝説なの。伝説ポケモンなのに。メロエッタってもう手に入らないやつよ。伝説すぎて。お!ゾロアだ。ゾロア。サボネア。鉄砲魚。お!鬼号リンクソウル。じゃあ、ソウルリンク。オーベル。鬼号リンクソウル。これいくら?あ、ゾロアもこれ、買取価格2円だって。ノーマルカードなのに。しかも、鉄砲号も3円だって。さっき当たったよ。鉄砲号も3円らしい。なんで鉄砲号が強いのか。そんなに強いと思えない。
はい。ヤナキ、ヒノアラシ、リグレフ、オノンド、パラレルシティ。え、なんでこれ逆なんだ？あ、なんだこのパラレルシティって、スタジアムだって。見たことない。ほら、見て見て、これ。これ逆さにしても、こうしても、こっちが読めんの。逆さにするとこっちが読めんの。このカードは上下の向きを選んでから場に出す。こちら側のプレイヤーの場の炎、草、水、ポケモンが使う技のダメージはすべてマイナス20される。はぁ、強っ。何これ。え、このパラレルシティくっそ強くない？何これ、チートカードか。ちなみにパラレルシティは？お、買い取り価格30円。だって強いもん。まあ、今の環境で使えるかどうかっていうのは不明ですけどね、この XY。確かポケモンカードって結構ね、賞味期限があるんですよ。XY は使えないとかさ、あった気がする。公式大会では使えません。ヒヤッキー、木箱、サンド。お、オクタン、カイロス。オクタン。オクタンはレアです。オクタンは、あ、買い取り20円。で、カイロスが、0円。軽石全然来ねえんだけど。やばい。これ儲からない。儲からないから、お蔵入りにならないで、あれする可能性がある。動画として投稿しなければいけない。最悪のパターン。マグマラシ、コロモリ、バニプッチ。お！ミュウツー EX! とノクタス。これ高いだろ。レアレアだ。RR。ミュウツー EX。なんかレアカード出まくりますね。ミュウツー EX。M ミュウツー EX。いわゆるメガ進化のミュウツー EX。値段が400円。高い！高い。で、ノクタスが、買い取り0円。ノクタス0円。うわ、なんか、バラバラになってきた。バラ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 。え、マジで本当にあれだな。本当にあれだな。軽石出ねえぞ。おい。こんなはずじゃなかったはず。こんなはずじゃないだろう。もっと軽石をバンバン出して。はい、1枚800円って言って。売れる予定だったんだけど、あれ、全然出ない。軽石。さすが金儲けは難しい。ポケモンカード宝くじはなかなか厳しいな。コフウライ、ヒメグマ、コフキムシ。お！特殊エネルギー、グランブル。特殊エネルギー、レインボーエネルギーだって。このカード手札からポケモンにつけたとき、そのポケモンにダメ感を1個乗せる。このカードはポケモンについている限り、すべてのタイプエネルギー1個分として働く。ポケモンについていないなら無色エネルギー1個分として働く。ああ、なるほどね。ちなみにレインボーエネルギーはたったの5円です。買い取り。ゴミ。ゴミ。でもレアカードとか出やすいね。なんか。気のせい。そうでもない。なんか出やすい。だってこれ1枚800、150円だよね。書いてない。書いてない。値段が書いてない。鉄砲王、ヤナップ、ブルー、お、バクフーン、リングマ。バクフーンはいくら？バクフーン、これレアカード。5円。リングマは買い取り0円。
こういう5円とかのやつはマジで売っても価値ねえから。普通に鑑賞用として残しとくべき。心盛り、コイル、方法、サンドパン、ドーブル。あ、このドーブル高いんだよ、これ。ドーブル。これ。これ確か高かったかな。ちょっと見てみましょう。ドーブル2円。全然高くねえじゃない。サンドパン0円。食べんなよ。おい。まだ軽石1枚しか当たってねえぞ、こら。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ほら。ふーらーえって。これかわいいよね、この子。ハリマロン。日の嵐。おーなんだこれ！ゾロワークブレイク！これ高いだろ、絶対。あずさ。ゾロワークブレイク。絶対高いだろ。うわぁ、これ絶対高いだろ。値段は？うわぁ、たったの20円。マジって言ってんの？マジ足元見すぎじゃない？しかも、あずさの方が高いっていう50円だし。なんなんだよ、これ。なんでアズサの方が高いの？てか、アズサってどういう効果なの？サポート。自分の山札から種ポケモンのポケモン EX1 枚または種ポケモン各ポケモン EX を除く方法3枚まで選びベンチに出す。そして山札を切る。くっそ強いじゃん。なにこれ？チートカードかよ。ほとんどチートカードじゃん。フラベベ。バニリッチ、サボネア、フラージェス、ミュウツーソウルリンク。フラージェスかわいいですね。おい、軽石だよ、軽石。そんなミュウツーとかさ、ゾロアークとかどうでもいいからさ、軽石出せよ、軽石。ドードー、ヒアップ、ヤナッキ、ヨルノズク。あー軽石出たー出ってけでーん。スーパー800円ゲット。これで2枚目。これで2枚目。あと2枚でこれ帳消しだぞ。お、ゾロアじゃん。これゾロア高いんだ。ゴース、コフキムシ、おわ、ゼルネアス、レア、レアゼルネアス、オノンド、ゼルネアス。これもね、俺 X、ポケモン XY だと X クリアしたことあるんで、ゼルネアス強かった。で、ゼルネアスが買い取り価格が0円なんだよ、それは。おい、あと3、あと4パックしかない。軽石だ、頼むぞ。バニリッチ、ヒメグマ、サンド、うわぁ、ミュウツー、うわぁ、ゴースト。もう嬉しくもないもんね、ミュウツー出ても。あ、でもさ、このミュウツー EX さ、これレアレアだからか。全然、質感が違う。ここがね、ツルツルしてんのよ、全体が。この紙の質感じゃないね。ミュウツー EX が、レアレアなんで、0円です。買取価格0円。
でもこれ運が良かったらワンチャンあるぞ。マジで。この動画をお蔵入りにして、もう何個か、パック買ってみる。ヒヤッキー、ボックス買ってみる手もある。どうぞ。リグレ。お、パラレルシティ。ドーブル。おい、頼むって。軽石さん、来てくださいな。軽石さんったら来てくださいな。頼みますよ、軽石さん。バニプチ、ホーホー、コロモリ。うわー、ゲンガー。鬼氷ソウルリンク。ゲンガー、レアです。値段が、0円。なんでなんだろうな。なんで軽石だけ800円って高いんだろう。あれかな、出にくいとかかな。あの遊戯王にあったけどノーマルレアっていう、ノーマルカードなのにやけに封入率が低いカードのことを言うんですけど、あれの類かな。日の嵐、最後のパック、古風雷、木箱、リングマン、あー、バイバニー、残念。ちょっと、お会計を。おか、ゾロアと鉄砲魚でしょ。ゾロアと鉄砲魚なんて当たったっけ？さっきゾロア当たったよ。でもゾロアも可愛いんだよ。鉄砲魚、鉄砲魚。鉄砲魚、あ、当たってる。鉄砲魚とゾロア。この動画をお蔵入りにするか悩むな。なす。なす。そして、ゾロアと鉄砲魚。じゃあ、とりあえず、何枚あれが当たったかね。伝説の軽石がね。軽石が1枚、2枚ぐらいしか当たらなかったでしょ。これ。2枚。2枚しか当たってない。2枚だから8に16円、1600円。1600円。で、あとは、パラレルシティ、ドーブル。アズサ。ドーブル。レインボーエネルギー、アーズス、メガミュウツー、パラレルシティ、あれ鉄砲がもう一回、もう一枚あった。あ、はい、こんな感じか。それでは計算していきましょう。今回からね、文明の利器、スマホでね、電卓で起動して、まず800円がかける2でしょ。1600円。ね。この、なんかボックス買うのにかかった金が2000、じゃね、3200円なんで、それを上回ったら、この動画はお蔵入りですね。メガミュウツー EX。これ違うな。これ400円じゃねえ？ちょっと。絵柄が違うんだよな。絵柄が違うんだけど。スーパーレア。ああ。これ、あれか。レアレアね。これで10円。
このメガミュウツー GX10 円。パラレルシティが30円。しまった。10円足す。30円足す。あずさが50円。50円足す。レインボーエネルギーが5円。足す5、ドーブルが2円、2円。4円足す。パラレルシティ30円。ゾロアが、2円。あずさが50円。鉄砲を鉄砲をゾロア。3、6、7、8。合計1789円。これさ、もうちょっと運があればワンチャンあったんじゃないか。今回ちょっとただ単に運がなかっただけとか、そういう、その可能性なくない？ワンチャン。アンコモンでゴミカスカード引きすぎたんじゃないか。アンコモンはいっぱい出てるんだ。で、ゴミみてえなカスカードしか出なかったっていうのが敗因じゃないか。1789円。もう何ボックスか買えばワンチャンあるかもしれない。まあいいか。まあこの軽石はあれっすかね。軽石は1枚800円だからまあ売るかな。売るか売るか売らないかでいくとまあ俺取っといてもあれだしな。取っといてもあれなんで、まあ、売るべきでしょう。ということで、今回は残念な結果ですね。アンコモンを狙ったんですが、アンコモンが、の軽石がやはり、ね、あんまり出ない。あんまり出なかったっていう。でも、こんだけアンコモン当たったからね。こんだけね。これだけアンコモン、これ全部アンコモン以上。アンコモン以上のやつ。ああ、でもあれも入ってる。鉄砲王とゾロアは、あれか。コモンか。まあいいでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。